はい、どうもこんにちは、こんばんは、ラウンズでございます。今日ですね、質問コーナーでございます。はい、今日はね、温泉に行った後でさっぱりしてます。蚊が多かった。めちゃめちゃ蚊が多かったんだけど、今週なんか知らんけどあったかいから、はい、もう相当食わりまくって、ちょっと蚊を若干我慢しながらお送りします。最初の質問でございます。ラウンズさんが持っているテクニウムリールの下巻きの巻き方、ニチートの巻き方を教えてください、よろしくお願いしますという質問が、来ております。自分ですね、こちら、テクニウムね、スッとたまに磯で使ってるスッとですけども、自分の場合はですね、ちょっと 600m 巻きのニチートを使ってるんですよ。で、まあ普段ならね、例えば 150m 巻きで巻くなら簡単なんですよ。簡単なんでかっていうと、まあ、これ何も巻いてない状態としましょう。何も巻いてない状態から、例えば 150m の道糸を買ってくると。まあ、例えばね、ちょっと、こういうのしかないんだけど、まあ、例えばこれ 150m 買ってみました。で、ここにね、何も巻いてないと。まあ、これあくまでこれ自分で巻く場合、基本的には釣り具さえ巻かした方が早いです。大体下糸も大体無料で巻いてくれるよね。うん、で、まあ、何も巻いてない状態として、自分で巻く場合だと下糸も何もないと。でこっからね、まずこの新品で買ってきて 150m をこっちに巻きます。で当然下糸巻いてないから全然こう奥だよね、奥深く入っちゃってる、こんなギリギリは出てないから奥深く入っちゃってる。でそこから下糸を一回巻くんですよ。もう 長めのね、もう使わない糸を巻くと。これただ気をつけなきゃいけないのが、下糸の糸とこの今この巻いてる糸が一緒の色だと困るから、どこでつなぎ目か分かんないくなっちゃうからね。これは注意、違う色のやつを下糸に巻いた方がいい。で、まあ、一番今ね、現状で一番下がこの子が買ってきたこれね、これ 150m 巻いてますと。でその上から下糸を巻くと。でギリギリのところで切ると、このちょうどいいところね。でそこから一回これを出します、うん、この巻いたのを一回ね。でこれ今使った方が空になったでしょ。空になったらこれを一回これで手で巻いていきます。こうやって全部だから、ちょっと、まあ、これだったらいけるか、こんなんだったら全然いけるけど、ずっと巻いていきます。でもう一回これ巻きましたよね。で下糸が下に入ってると、本当はこの状態使いたいんだけどっていうところでしょ。この状態だと今下の糸自体がこれ買ってきた糸になってるはず。でそれをもう一回こういうね、返すプール返すプールじゃないよこういう道糸のスプールでこの状態からもう一回これに巻き替えると。そうすると、下糸が上になってるはず。で、買ってきた糸が今度下になってるはず、ね。で、そこからもう一回こっちに巻くと。そうすると、下糸が下に行って、買ってきた道糸が上になるというので、そのまんま、何も考えなくていいんですよ。ただ、自分の場合は、こういうね、ワールドプレミアムの600メートル使ってます。これになると、ややこしいです。はい。さっきの方法が使えない。普通だったらさっきの方法でいいのよ。基本的に道をそもそも 150m 打ってるから、さっきの方法で十分なんですけども、これの場合は使えないと。じゃあどうしますかっていうところで、方法は2つあります。安いので、これを下糸から上まで全部これで巻く。うん。っていう。だからこれね、純正スプレーだと3000番だから、この 1.55 だと 300m 巻けるってことなんですよ。そういう方法がまず一つあります。だから下糸とか何も考えないで、一回で 300m 負けるから。っていうのが一つ。で、もう一つは、自分は、もう一つの方法っていうのかな。だいたい 150m ぐらいで巻いてます。だいたいね。はい。で、それも計算でやりました。なんとかね。なんとか計算でやりました。ちょっと計算のやったのがね、ちょっと見当たらなかった。ハイパーフォースあるんだけど、スッとがなかったんだよね。ちなみに、このね、外側の付近、で、なんていうのかな、巻く、なんていうの、そう、下糸ある程度巻いた状態から、この上ね、この上縁、ギリギリのとこまで巻くのに、180回巻くと、だいたい 150m ぐらいなんですよ。で、メーカーでこれね、98センチって言ってたんですよ、一周がね。最大巻き取り量、一周が98だった、確か。でも実際測ると、書いてないけど、なんか当時の俺の記憶では98じゃなくて96だったんですよ、確か。一番もうこれよ、
ARC スプールのこのね一番エッジより少しはみ出て96センチだったんですよ。98って言ったら多分ねこの ARC スプールの真ん中ぐらいまでいかないと98にはならなかったです。自分はね実験した限りだと どういうあれかちょっと分かんない。俺のこう回転のあれが悪かったのかしら。何回かでも実験したんだけどね、実験したんだけど ARC スプールのこう真ん中が埋まるぐらいいかないと98にはならなかったです。でどう計算したかっていうと、下巻きをある程度巻いて、まあ、これぐらいかなってあるじゃないですか。なんかこう、しかもし、なんか印があるでしょ、この途中に。あの、1個目と2個目の印があるんですよ。この確かスプールのエッジのこの下のところにね。今もう巻いてるから見えないけど、この辺まで大体巻いて、で、そこで、これね、マジックで、こういうマジックで、まあ、ちょっと今、竿とかつけてないんでやりづらいけど、なんていうかな、ハンドルの一周のあれを取るんですよ。こうやってね。ハンドルをだけ真下、こうやって真下にしたら真下にして、でここでマジックでちょんとつけて、で実際一周巻いてまたマジックでちょんとつけて、でその長さを測ってました。でそれで96とかだったんですよ。このスプールエッジのこの ARC スプールのこのギリギリで96、一番最大でね。であとはこうある程度取ったところで、あと取ってってな、一番下糸を巻いたところで78とか81とかなんかそんぐらいだった記憶がある。81センチぐらい確か、だから下に行くほどだって一周のあれが短くなるから、それで計算して大体で出しました。だから大体です。で、計算で出したのがその180回ぐらい巻くと大体150メートルぐらいっていう計算でなっております。でハイパーホースも一緒です。ハイパーホースは残ってるんですよ。ハイパーホースは下糸を巻いた後で63センチで、このエッジね、ちょっとビール持ってきてないけど、ハイパーホースのミニね、コンパクトの状態 C2000 とかのコンパクトだと、このマックスでこのねエッジより少し被ったぐらいのところだよ。 ARC スプーンこの少し被ったぐらいのところまで巻いて86センチでした、コンパクトはね。でそれの真ん中を取ると76センチと、平均ね、上と下の真ん中を取ると76で、かけ200回すると、まあ150メートル前後くらいっていう計算にしておりまして、はい、まあ、そういう感じで下巻きを巻いた後にあの道糸の、ま、巻くと、道糸の巻き方、これも動画でちょいちょいやってるんですけど、自分はこの基本的にはこのアジングロット使います。ちょっと今アジングロットのリールついてるんで外しますけど、普通に巻いてます。普通に特に道具とか使わず、いろいろ道糸を巻く道具あるじゃないですか。別にそんなしょっちゅう巻き替えるわけじゃないから十分いらないですよね。本当になくなった時だけ巻き替えるんで、年に何回あるかっていう、それで3000円4000円かかるんで、ちょっとそれいらないかなみたいな、はい、で、まあ、こうやって、ね、アジングちょっとこうやりますけど、これにこう普通にねアジングなんでここまでしかないんでね、ここに1個通して、でこの先はまあこれですよ、これかこっちか、ここからまあ普通に通してこうなって、でこれは、こういうね自分いつも使ってるマイネームというやつね、もう相当使ってるからボロボロだけど、これを刺して、でこのままだとフラフラになっちゃって緩んじゃったりするんで、少しこう抵抗がいるんだけど、手でやると摩擦抵抗が強すぎるんで、こういうね、なんだろう、マイクロファイバーかで、こうやって挟む、タオルでも何でもいいですよ。これ摩擦抵抗が少ないんで、こう軽くね、これをこう何もないとこうだけど、これをこうやってマイクロファイバーで軽く支える、少しテンションをかけてやる。これで、あとはこう巻くだけって感じです。ちなみにこれ足でやってますね。普通にこうやって足で挟んで、上はこうやって普通で1,2,3,4,5,6,7,8 という感じで巻いていきます。はい、これがまあ道糸の巻き方でございますね。はい、ということで、次の質問いきたいと思います。おすすめのタモ編み紹介してください。堤防釣りで5-6メートルくらいでということでございます。はい、堤防釣りで5-6メートルぐらいでですけども、これね、まあ、難しいね、予算次第なんですよ。予算次第、まあ、いろんなメーカーねありますし、なんだろう、竿と違って粘りがどうのとか同調子がどうのっていう
話じゃないじゃないですか、と思って。もうただ単純に値段が上がれば上がるほど性能は良くなるというか、張りがただ良くなるっていう、軽いし張りが良くなるんで、もう完全な予算次第っていう感じですね。一応ね、自分が今持ってるこの2本ね、厳密に言ったあともう1本あるのかな、あのビビット玉磯だったかな、あの安い3000円ぐらいのとかあるんですけども、あのね、まあ、予算次第かな、3000、4000ぐらいの予算しかなければ、まあ、それぐらいのを普通に買うしかないですけども、ちょっといいので買うなら、今だったらシマノのタバノ XT だったかな、定価で3万4、5千円ぐらい、5メートル、6メートルだと。まあ、セールで買うと確かね、2万2、3千円とか、確かそんぐらいだったと思います。それがまあコスパ的にはすごくいいかなと思ってますね。あれ過去に自分何回持ってたかな、2回は持ってたましたね。3回はないかな。なんだかんだね、これいいよねってちょっと戻ったりしたんで。あれはね、2011年出たんで、もう9年か。長いな。長いわ。あの RB とかと一緒に出たんでね。だから覚えてるんですけど。まあ、一応自分が持ってるのを紹介しましょうか。あの、こっちね、こっち。自分はシマノとダイワ持ってますね、はい、まずシマノの方、まあ、あの変わってないんでね、あの知ってる方は知ってると思うんですけど、こちらね、はい、シマノのベーシス玉の絵ですね、はい、こちらメイドインインドネシアとなっております。シマノの中では中の上ぐらいなのかな、グレード的には。はい、うん、まあ XT よりはまあちょっと張りがあるかなっていう感じ。やっぱコスパで言うと、やっぱり玉の絵 XT の玉の絵 XT だったね。これの1個下と、ま、そんな変わんないかなって感じ。正直な話、その価格差を埋められないんだよね。これ確か星1個かなんかついてるから、セールでも3万いくらとかじゃなかったかな。で、XT より確かね、店売りでも1万円ぐらい高いんで、その1万円の価値があるかって言われたら、ちょっと迷うところです。で、こっちね。こっちはもうメインで磯用として使ってですね、はい、ダイワのこちら、はい、トーナメントね、トーナメントの、もちろん、5メートルね、55とかね、6メートル今のところいらないんで、磯の玉の5メートル、メイドインチャイナです。チャイナなんで一番上のでチャイナ。これはね、やっぱいい価格、もうコスパで言うとちょっとやっぱ中ぐらいのとかがやっぱ一番いいんだけど、やっぱこう、なんだろう、これもそうそう、やっぱ高いのほどやっぱこう、なんだろう、こうガーって全部伸ばしきった後のこう全部伸びた状態ってやっぱ一番重たいじゃないですか。こうまずバーンってね、こうやって伸びた状態、これをやっぱなんだろう、やっぱ高いければ高いほどこう操作性がすごい軽く持てるって感じかな。これもすごい、拭いてねえな。ちょっと待って、拭いてねえぞ、これ。ついでにちょっと拭いときましょうか。あれ、拭いてなかったっけ、これ。なんか、指紋がちょっとついてんだけど、みたいな。はい。まあ、そうだね。やっぱり、こう、なんて言うんだろう。コスパでいくのか、まあ、ほんと価格次第です。出せるな、出せる分だけ、性能は単純にアップするって感じ。まあ、竿もそうっちゃそうなんだけど、竿の場合はね、こういろんな種類があって、同調処理のもあれば、先調子もあるし、技術的にもなんかいろいろね、あるいはガイドがついてるから、やっぱガイドの関連で、こう IM だったり、ね、カーボンガイドだったりとか、いろいろあると思うんですけど、タモは本当単純にもう、ただまっすぐだけ。高ければ高いほど本当張りがあって、伸ばした時に操作性がすごいいいと、いった感じですね。あと、タモ網を紹介した方がいいな。でも5メートル、6メートルって多分こっちの方だと思うけど、一応枠も持っていきましょうか。ちょっと持ってきてないけど。タモ網。まあ、さっきのもタモ網っていうのかな。こう人によるかもしれないけど、一応枠と網も持ってきました。で、このゴールドの方が、45センチ。で、こっちが40センチです。これは単純に、あの、大きいこの45センチをチヌ用。で、こっちの、赤いのはグレ用として使ってます。はい。ロッドケースが2つあるんでね。1個は、ファイヤーブラッドのやつだけど、1個それ持ってこようか。チヌ用の。これチヌ用。入ってる、なんか。チヌの、なんだ、あの、堤防釣りというのかな、普通の港で釣るようなやつって、ほぼほぼこれです。
はい、ごぼうちに行くときもほぼこれ軽いのよ。軽くてなんだろう、これハードなのよ。ここがねめっちゃ硬いの。これ結構硬め、普通ふにゃふにゃでしょ、なんか安いやつって。これ安かったんですよ。10年前ぐらいに釣り具のポイントの正月セールで990円かなんかで、ね、売ってたやつを未だに使ってる、こんな感じね。もうチャックっていうか、このなんか引っ張るあれもちぎれちゃって紐でつけてるっていう、こういうやつね。これチヌの一応ね、近場用とかでいつも使ってます。でなんでこれ使ってるかというと軽いのよ。軽い、これ単体の重さだと500、600しかないのよ。で、あのファイヤーブラッドのやつって何にも入れなくても 1.8 キロとかのそんぐらいなのよ。全然違う。こっちは普通に竿を3本入れて、タモノ入れてリールセットしてるのと、ファイヤーブラッドの殻と、ね、重さがあんま変わんないぐらい全然違う。まあ、でも竿2本かな、基本持ってくとき竿2本で、タモノへで、このさっきのこの枠ね、チヌのこの枠入れて試着入れるでしょ。でファイヤーバットの空にしても重さ変わんないぐらいめっちゃ軽量なんだよ。でかつこのハードね、ハード、こういうので、これ使ってます。さっきのねこう枠の話の続きをすると、自分この枠ね、まあ、以前紹介したことあるんですけども、このね松永という、メーカーを使ってます。これややこしいのは、普通に松永で検索するとヘルメットが出てきます。この松永というヘルメット自分使ってるんですけど、松永釣りとかで検索すると出てきやすいと思いますね、はい。で、ここがねチタンボルトになってて、しかも穴が開いてる。これは空気の圧を抜く穴なんだよね、先端にあるんで。これでまたスパッと出るようになるといった感じですね。でこの赤い方、赤い方も同じです。これ全く一緒です。松永の18、2018だから多分18だと思います。これも穴がねこんな感じで開いてます。圧を抜く穴まで、だからすごい出やすいのよ。これめっちゃ便利。もう防波堤とか、あのなんで足場が低いとこだとやっぱね出にくかったりするんですけど、これねめっちゃ便利で、しかもね枠自体が超超ジュラルミンっていうね、これもそうだけど超超ジュラルミンで軽いのよ。あのチタンよりも軽い。丈夫さはチタンの方が上かな。チタンは曲がるけどこれ折れちゃうんでね、あの間違ってこれ踏んだら、あのここからパキッて折れちゃうから、あのもう使えないです修復不可ですね。修復頑張ったことあるんですよ。タコ糸とかで巻きながら、瞬間接着剤で固めながらとか、割り箸をこの中に入れたりとかいろいろやったんだけど、やっぱダメっすね。一回折れちゃったらもうダメ。まあでもそうね、間違って折ることもないんで、まあ、長い間使えるかなって感じです。で網もこれね、ちなみに松永の純正です。純正を使ってますね。うん、で軽い、もうほんと軽い。軽いし、あの圧も抜けるんで出やすいし、もう本当にもうこれ一本って感じですね。はい、そんな感じでね、まあタモ枠網でございました。やっぱ先端が軽くなると、やっぱタモ伸ばした時に操作性が全然違う。普通のステンだと、なんだろう、これ多分プラス 50-60g ぐらいになるんですよ。先端に 50-60 っていうと、 5m 先に 50g って結構違うんですよ。もう実験したら分かる。先端に 50g って、 50g ってこう持つのは楽だけど、 5m 先に 50g 乗っかっただけですげえ重いから。タモ枠でこんな変わるんだっていう、昔実験ありました。なんか安い、さっきのね話だけど、ビビットっていうタモ枠って、ステンの重たいやつが265か270とか、網と枠でね、これ網と枠で多分200、どうやったかな、200か210とかじゃなかったかな。だから70g ぐらい違うのよ。それをちょっとこのね、たまの XT とじゃなかったかな、その時にこの枠を変えたんですよ。変えて家の前で、ここの家ではないけど1個前の家のな駐車場のとこで伸ばしたね、5m、まあ、パッて伸ばしたんじゃなくて、こう手でね 5m 伸ばしてこう持った時に、確かその重さの差で全然違うのよ。まあ、あくまで水平に伸ばした方がいいね。保ってもこう下に伸ばすけど、水平に伸ばした時の重さがもう全然違うのよ。もう負荷的に言うと、もう2倍とかじゃない、3、4倍あるぐらい。だから先端の重さってこんな重要なんだって思って、まあ、そこら辺からまあなんとかね、こう、まあ、ちょっと高いんですよ。チタンほどはないけど、ちょっと高いんですけど、こういうのをちょっと使うんだと。だからタモ入れの時がすごいこう自分の中ではスムーズにやってると思う。コメントでもちょいちょいね、
あの、タモ入れ一発ですごいですね、じゃないけど、これですけど、もう、半分これのおかげ。先端がそれだけ軽いと、操作性が全然違う。もちろん、タモの絵もね、もちろんそうなんだけど、先端が軽いっていうのが、もう全然違う。もう体感してわかるけど、っていう感じです。もうちょっと質問がちょっとずれてるかもしれないけど、すごい熱弁してます。それぐらいね、もう、なんだろう、重要アイテムの一つだな、ということで。まあそんな感じでございましてね、まあタモと枠とか、まあほんとご予算に応じてっていう感じですね。はい、ということで、ちょっとあんまり長く話しすぎたので、ちょっと今日の質問はここまでにしたいと思います。はい、ということで、今日は以上です。ご視聴いただきありがとうございました。じゃあねー。喋りすぎた。